おはようございます。ゆべ鉄の嫁のアンズです。現在の時刻が7時13分です。非常に眠いです。で、今新宿駅に着きました。実はですね、昨日まで神戸にいまして、夜行バスではるばるとやってきました。気合入れよう。はい、おはようございます。アンズです。というわけで、やっと東京駅に到着しました。さっき神戸から夜行バスで来たって言ったんですけど、この3日前には実は博多にいました。軽く西日本縦断してましたね。いやもうめっちゃ長かった、でもこっからがほんまの旅になるんで、やっとね東京駅から始められるということで、今回の旅行の概要です。今回は、夫婦旅ということで in 鬼怒川温泉、イエーイ。そう、有名な鬼怒川温泉にやっと行けるんです。っていうのも、ちょっと前から鬼怒川温泉行きたくてしゃーがったって感じのところなんですけど、鬼怒川温泉の廃墟群っていうのを絶対生で見たくて、今年こそと思って、2024年でこの一発目にやっと行けることが決定して、もうめっちゃ今嬉しいって感じなんですけど、とりあえずね、今朝でめっちゃ眠すぎてテンションはちょっとね普通に下がってるんですけど、早速行っていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、というわけでまずは朝ごはんを食べに来ました。うわめっちゃ美味しそう。いろんなメニューがありますね。2人とも朝から何も食べてないので本当に腹ペコなんで、腹ごしらえをねここでしていきたいと思います。とね、並んでいこうと思うんですけど、今回食べに来たのがここほんのり屋っていうところです。それでは買っていきたいと思います。じゃーん。旦那は高菜明太包みとおかき飯結び、私は炙りたらこです。味噌汁もつけました。やばい、めっちゃ美味しそう。ではいただきます。炙りたらこ美味しい。たらこがぎっちり詰まっててめっちゃ美味しいです。やっぱりおにぎりには味噌汁ですよね。やばいほんまにやばすぎる。そうやろ朝からこんなやらかす人おるってぐらいのポンコツかましちゃいましたやばい。これめっちゃお気に入りやったのに、ちょっと待って、もうそうやろ。これね、味噌汁がねこのカバンに全部かかったよっていう感じで見せてます。もうめっちゃテンション下がってます。やばい朝からこれはやばい。この味噌汁もね一緒に鬼怒川に行きたかったんでしょうね。しゃあない、連れてってあげようもう。ではね、食べ進めていきたいと思います。ごちそうさまでした。カバンは味噌汁に使ったけどめっちゃ美味しかった。というわけでこれからハトバスに乗っていきたいと思います。皆さん、ハトバスって知ってますか？私は人生で初めてハトバスに乗ります。で、ハトバスって私も名前は聞いたことあるんですけど、路線バスかと思ってたんですね。でも観光バスなんやってことを今日初めて知りました。で、今回乗るツアーは東京パノラマドライブっていうやつで、なんと2階建てのオープンバスらしいです。オープンバスっていうのは天井がついてないので、なんていうのかな、開放的な空間で観光が楽しめるっていうものになってます。やっぱ超楽しみ。皆さんにもね少しお見せしたいと思います。皇居前広場です。上田駅前広場が錦糸町駅で一番美しいと呼ばれる桜の森。通りに通り右は農林水産省です。と、あとのたくさんついたビルが霞ヶ関ビルです。
はい、バスの車内はこんな感じになってましたね。すごかった。はい、というわけで降りてきました。めっちゃ楽しかった。皆さんはいかがでしたか？こんな感じでぐるっと回ります的な感じは伝わったと思うんですけど、これは観光ももちろんなんですけど、東京にね住んでる人もぜひ乗ってほしいなって思いました。ガイドさんの説明がね本当に丁寧ですすごく分かりやすかったんですね。この説明があるのとないのとは全然多分ね見方も違ってくると思うんで、本当にもうこれは生で乗ってほしいなって思いました。すごかった。はい、というわけで駅に戻ってきたんですけど、屋台でねなんか美味しそうなチキンライス売ってたので買うことにしました。シンガポールチキンライスらしいです。美味しそう。小腹空いてたんでちょうどいいですね。じゃーん、シンガポールチキンライスのホワイトにしました。あったかい、あったかい、あったかいらしいです。ではここから日本橋に向かいます。ちょうどいいところがあったのであったかいうちに食べていきたいと思います。これチキンがめっちゃ柔らかくて美味しかった。満足満足。はい、では今日本橋にいるんですけど、ここからお正月にふさわしいある場所に行きたいと思います。東京でお正月と言ったらお察しの方もいるんじゃないかなということで、その目的地までせーのじゃーん、浅草です。もうお正月と言ったらここしかないやろっていうミーハーな観光客です。でなんとここも人生で初めてやってきました。ちょっとねなんかブラブラしていきたいと思います。見たの、おーすごい、くるくるくるやっぱ神戸はそっちやな。なんか浅草は人形焼きっていうのが有名らしくて、いろんなところで売ってたので私たちも買っていきたいと思います。というわけで並んでます。食べ歩きしたかったんですけど、どうやら食べ歩きができないみたいなんで、どっか邪魔にならないところで食べていきたいと思います。やっぱりお正月ということもあってめちゃくちゃ人が多いですね。ちなみに今歩いてるところは仲見世通りって言います。なんとこの仲見世通りは明治18年からあるらしくて、日本最古の商店街の一つらしいです。やばっ。お土産もねいっぱい売ってたんですけど、これから鬼怒川温泉に行かないといけないので今回は諦めました。生地はあったかくて出来たてふわふわ、ほんのりした甘さと中のあんこがマッチして美味しい。美味しい、甘い、うん、あったかい、うん、うん、浅草寺目の前にやってきました。浅草寺といえば徳川家康を皆さん思い浮かべると思うんですけど、その徳川家康もあの関ヶ原の戦いの勝利を祈願するために訪れたって言われてます。そんな古くからあるお寺なんですけど、一番初めに浅草寺が建てられたのはなんと628年。想像つかないですよね。東京最古のお寺って言われてるらしいです。ただその時からずっとあるってわけじゃなくて、空襲とか災害で何回か消滅してしまってるので、私たちが見てるのは昭和33年に再建された浅草寺らしいです。それでもすごい。というわけでお参りしていきます。せっかくなのでおみくじもしていきたいと思います。ちなみに去年は三宮の生野神社っていうところで大吉を引いたので、2年連続で大吉はないと思うんですけど、何が出るんやろ、緊張する。91番、お、吉でした。まあいいんじゃないでしょうか、安牌ですね。では旦那も引いていきたいと思います。75番。なんで一回閉めた今日なんやけどやばくね。なんと旦那は今日でした。今日のおみくじ初めて見たんやけど。はい、というわけで私のおみくじは持って帰ることにしたんですけど、さすがに今日のおみくじはしっかり結んで帰りたいと思います。後ろにいた人たちが今小説だったらしくて、全然良くなかったとかすごい話してるんですけど俺は今日なんやぞっていう顔しながら結んでますねかわいそう。浅草寺のおみくじはなんか今日が多いらしくて、他のお寺とか神社では今日の確率 10% ぐらいらしいんですけど、浅草寺ではなんと 30% もあるらしいので、他にも今日の方多いんじゃないかなと思います。ではおみくじもしっかり結んできたので、アーケード街をねブラブラしていこうと思います。ザ歌舞伎って感じのアーケード街ですね。じゃーん、和菓子の楓さんっていうところで五平餅を買いました。美味しそう、いただきます。うん、粒の食感とタレが美味しい。可愛い外観に思わず入ってしまいました。ドトールのコーヒーとアイスラテ、あとはめっちゃ美味しそうなホットドッグと揚げチーズパン的なやつです。これもねめっちゃ美味しかった。
はい、というわけで皆さん、ついについにですよ、鬼怒川温泉に向かいたいと思います。はい、ということでさっきまでのはね、軽い余興だと思っていただいて、こっからが本番です。このままやと東京観光の動画になってしまうんで、ゆる鉄らしく久々に列車に乗っていこうと思います。で、今がお昼過ぎなんですけど、東武浅草駅に着きました。めっちゃ綺麗な駅ですね、おしゃれで、私たちが乗る列車が14時ちょうど発の特急スペーシア X です。ついに来ましたね、この時が。ホームもすごい綺麗です。ほんですごいカーブがすごいですね。お、私たちが乗る列車がやってきました。スペーシア X です。かっこいい。窓がすごい特徴的ですね。 X の形をしてます。行き先表示が超最新って感じで、車内の映像が流れてます。中もモニターになってますね。まだ中には入れないみたいなんで、外から見ていこうと思うんですけど、やばい、これめっちゃ綺麗。個室のコンパートメントがあったり、もう座席というよりソファーですね。豪華すぎん。はい、車内に入りました。スタンダードシートはこんな感じです。めっちゃ綺麗。肘掛けの中からは毎度おなじみのテーブルが出てくるんですけど、これも窓と同じ形してます。もたれもすごいおしゃれですね。で、前にも大きなテーブルがあって、網の中に案内とかが入ってます。で、ドリンク置き場と、その上にはコンセントもついてました。テーブルはパカッと開くとこんな感じで、中は白くなってます。では東武浅草駅を14時ちょうどに出発しました。すごい丁寧な見送りもねしていただきました。鬼怒川温泉までは2時間くらいなので、こっからはこの車内でゆっくり過ごしていきたいと思います。東京の街からだんだんとね、移りゆく景色も楽しんでいただけたらなと思います。ほんまは個室か先頭号車が良かったんですけど、全部埋まっちゃってたんですよね。皆さんが乗るときは早めの予約をおすすめします。で、スペーシア X なんですけど、私が乗りたかった特別座席っていうのがコックピットラウンジ。これが1人用、2人用、4人用とあって、1人用が200円、2人用が400円、4人用が800円という感じで、200円ずつ上がっていきます。で、コンパートメントがさっき外からちらっと見たんですけど、1室4名まで利用できて、4人で6040円、なので1人当たりが1510円になります。で、コックピットスイートが1室7名まで利用できるんですけど、7人で12180円になってます。1人当たりが1740円になります。ちなみに私たちが取った座席がスタンダードシートって言って、1人当たりが1940円です。そう考えたら特別座席ってめっちゃお得なんで、おすすめです。ただコックピットスイートは1つしかなくて、あと競争率がねすごい高いので、なかなか取れないらしいです。そもそも7人で乗らないともったいないんで、7人集めるのも難しいような気がするんで、難易度は高いんですけど、取れたらラッキーって感じですね。ちなみに IC で乗ると気持ち程度安く乗れるので、おすすめです。では毎度おなじみのトイレ、ドーンとこんな感じです。黒を基調としていて、すごい高級感がありますね。赤ちゃんのおむつを替えるところもこんな感じで綺麗に整備されてます。やっぱりここまでのグレードになると、トイレもすごい綺麗ですね。他の号車ではオレンジ色のシートもありました。かわいい。はい、ここからがコックピットラウンジということで、なんと車内販売があるんですけど、特別座席の人たちは普通に買えるんですけど、私たちが乗ってるようなスタンダードシートの人たちは抽選みたいになってます。これは座席の網の中にあった案内に QR コードが載ってるので、そこからスマホで予約するっていう感じです。多分ね、すごく混むことを予想してたと思うんですけど、買いに行ける時間が決まってました。で、このコックピットラウンジ、もう本当に貴族になれます。この赤いカーペットもすごい高級感があって、他のお客さんもいるんでがっつりは映せないんですけど、
ほら、もう貴族ですよ。奥が運転台でガラス張りになってるので前が全部見えるんです。次こそはここを取って貴族になりたいですね。で、デッキの上なんですけど、見てください、すごい綺麗な緑が広がってます。これは全部モニターになってるんですけど、上を見上げても世界観を壊さないような細やかな気遣いが感じられますね。はい、ようやく私たちもメニューを手に入れたんですけど、うわ迷うな。これビールは王道かなと思うんですけど、私ビール飲めないのでどうしよう。はい、まあ何を買ったかは後でお楽しみです。というわけで、じゃーん、こちらがとちおとめのブラウニーになってます。そしてじゃーんと、こちらが酒粕と米粉のクラッカーです。これも美味しそうでビールに合いそうですね。あとは旦那がビールを買ってきました。では早速クラッカーからいただきます。美味しい。全然美味しそうな顔してないけど、これめっちゃ美味しかったです。ブラックペッパーがすごいアクセントになってて、これは本当にビールのおつまみにぴったりって感じでした。で、私はビール飲めないんですけど、一口だけもらいました。続いてブラウニーなんですけど、おっきなイチゴがゴロッと入ってました。ナッツも入ってて、厚みもね結構あるんです。なんでクラッカーの時は全然見せてくれんかったんやろうと自分に問いかけつつ、原材料もねこんな感じでしっかり見せてくれてます。で、これは何の合図なんでしょうか。ここまで紹介したのに今は食べないみたいです。はい、車窓をお届けって感じなんですけど、もう結構上の方に来たんじゃないかなと思います。東京の都会の景色から田園が広がっているような景色に変わってきました。この景色の移り変わりも本当に旅行の醍醐味ですよね。はい、というわけでやっとチョコブラウニーを食べるみたいです。いただきます。ということで、これマジでうまかった。今まで食べてきたブラウニーの中で結構上位に来るくらい美味しかったです。いや、車内販売舐めてましたね。すごいしっとりしてて、いちごの酸味がドーンってくるんで、本当に素晴らしいハーモニーを奏でてます。というわけで車窓を眺めてたんですけど、なんと見てください、こちら SL です。私 SL にはそんなに詳しくないんですけど、これは SL 体重というらしくて、途中駅で見れたので結構ラッキーですね。やった、はい、というわけでついに終点の鬼怒川温泉駅に到着しました。長かった、本当に超快適な旅でした。いや、これ本当に今までの鉄道旅行の中で結構上位に入る快適さでした。鬼怒川温泉の駅名標のこの感じも好き。いや、かっこよ。というわけで駅の中はこんな感じです。めっちゃ大きい提灯がありました。今外に出てきたんですけど、目の前には電車台があります。これはまた後で紹介します。奥に山々が見えていて、温泉駅って感じですね。というわけで、じゃーんと駅舎がこんな感じです。てなわけで、まずは今日泊まる宿にチェックインしていこうと思います。本日泊まる宿がこちらの湯葉御前さんです。はい、いつものルームツアーというわけで、靴箱はこんな感じ。隣にはすぐに洗面台があって、さらにその奥にトイレがあります。洗面はシンプルイズベストって感じですね。トイレもちゃんとあって、ここもシンプルイズベストって感じですね。そしてお部屋はじゃーん、こんな感じです。二人だったらちょうどいい広さの畳のお部屋です。やっぱ旅館といえば畳ですよね。で、こんな感じでロッカーみたいなのもあって、浴衣も置いてあります。ここにはお茶セットがあって、お菓子も置いてありました。絹の湯浅ってやつ、夢なんですかね。そしてくつろぐスペースと謎のスペースもあります。で、この謎のスペースの上に冷蔵庫がありました。そしてお待ちかねの外の景色はじゃーん、こんな感じです。今ちょうど夕暮れ時なんで、向かいのホテルの明かりがとても綺麗ですね。目の前は鬼怒川が通ってるんで結構風情があります。今回はお風呂を貸し切り風呂で予約してたので、早速貸し切り風呂に入っていきたいと思います。じゃーん、岩風呂です。めっちゃいいやん。というわけでね、ここでゆっくり浸かっていきたいと思います。
というわけで、お風呂にも浸かってさっぱりしたということで、私たちはこれから夕食を食べに行きたいと思います。てかこの夜の景色めっちゃ良くない？まあ今歩いてる道はすごく狭くて暗いんで結構不安なんですけど、本当に向かいのホテルの景色がすごいいいですね。ただ本当にあの周りが暗すぎて、今回夜ご飯を予約してるんですけど、本当にそのお店開いてるかどうか不安になるぐらい暗いです。はい、だんだんと近づいてきました。明かりが見えるんで多分あそこだと思うんですけど、はい、今回食べるお夕飯のお店こちらです。レストラン小高さんっていうところで今回はご飯を予約しました。ちゃんと空いてました、よかったです。というわけでこちらでご飯を食べていきたいと思います。今回は事前にメニューも予約してたんで、飲み物だけ頼んで、あとは車で待ちたいと思います。じゃーん、こちらが旦那のメニューです。天そば定食ですね。めっちゃ美味しそう。はい、そして私のご飯はこちら、これは湯葉そばです。上に乗っかってるのは湯葉ですね。めっちゃたっぷり入ってて美味しそう。そしてじゃーん、こちらはヤマメの塩焼きです。今回は川魚の塩焼きっていう風に頼んでたんですけど、川魚はその時期によってアユやったりとかイワナやったりとか変わるみたいです。で、今の時期はねヤマメの塩焼きでした。めっちゃ美味しそう。レモンもついてます。焼き色がね本当に最高で、私ヤマメ食べるの初めてかもしれないです。ではいただきます。やばい、これ皮がパリッパリでめっちゃふっくらしてます。湯葉そばはめっちゃ美味しかったです。関東風の出汁ですごい新鮮でした。ヤマメも無事完食です。めっちゃ美味しかった。夜の鬼怒川温泉駅はこんな感じです。イルミネーションが綺麗ですね。そして人が一人もいません。ちなみに今は夜の8時ぐらいですかね。駅に着いた時は紹介しなかったんですけど、駅前にはこのキヌタの湯っていう温泉駅によくある足湯が設置されてました。今の時間帯はもう営業終了してるみたいですね。はい、というわけでお部屋に戻ってきて夜の晩酌です。お昼のうちにおつまみを買ってたんですけど、栃木の柚子チューハイと日光の地酒と、あとはご当地のポテチとか家から持ってきた旅のお友達です。旦那はこれから特大ペヤングを食べるみたいですね。で、私は一番気になった飲み物を紹介していきたいと思います。こちらはスーパーに売ってたんで気になって買ってみたんですけど、レモン牛乳です。皆さん多分知ってる人も多いんじゃないかなっていうか、栃木といえばレモン牛乳かなと思うんですけど、私ずっとこれ飲んでみたくて気になってたんで、すっごい楽しみです。というわけで早速いただきます。あー、めっちゃ美味しい。本当に皆さんが想像してる通りのレモン、砂糖、牛乳が混ざった感じの味なんですけど、これがこんなに美味しくなるんですね。いや、これマジで持って帰りたいな。めっちゃ美味しい。牛乳やからちょっと厳しいですけど、いや美味しかったです。おはようございます。朝の鬼怒川温泉ホテルから見た景色はこんな感じです。快晴ですね。川のせせらぎがすごくいい感じです。というわけでこれから朝ごはんを食べていきたいと思います。はい、まずサラダが来ました。ポテトサラダですね。そして朝といえば紅茶なので紅茶を持ってきました。これはセルフでした。そして朝ごはんがやってきました。トースト、卵、ウインナー、スープもついてます。デザートもヨーグルトがついてますね。美味しそう。では食べていきたいと思います。はい、では朝食を食べ終えたので、これから鬼怒川温泉周辺を散策していきたいと思うんですが、なんと今回の動画はここまでです。皆さんいかがでしたか？今回の動画は結構東京観光が多かったんで、鬼怒川温泉のね部分がちょっと少なかったんですけど、次回からは鬼怒川温泉をがっつりと映していくんで、ぜひ次の動画も見ていただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。